ピエール・プティはフランスの数学者、物理学者、天文学者、装置製作者である。プティはフランス中部のモンリュソンで地方管理の家に4人兄弟の長男として生まれた。数学と物理学に才能を示したが、1626年に父親の仕事を受け継いだ。両親が亡くなると、職を辞して、官職を売却し、1633年にパリへと移る。 パリでは国王の義士として登用され、砲兵の軍政官も務め、フランス各地の港を巡検、イタリアにも派遣された。その後は国王の技術、地理学の古問官や要塞管理官などの任務に当たっている。晩年はパリ郊外のラニーシュルマルヌで過ごし、その地で亡くなった。1671年に、 プティが発表した論文ディサテーションズアカデミックス、シュール・ラ・ネーチャー・ジュフォア・イジュショー賞の扉パリに出たプティは、マラン・メルセンヌを中心とする学者たちの集まりに、加わり、エティエンヌ・パスカル、ブレイズ・パスカル、ルネ・デカルト、ピエール・ド・フェルマーラと親交があった。プティは、デカルトの哲学に強く共鳴し、一方デカルトは、プティの数学、天文学における才能を高く評価している。 科学者としてのプティの仕事は多岐にわたっている。1646年からパスカルフ氏と共同でトリチェリの真空実験の再現実験を行って、その真実性を確認し、新たに追試も実施した。また、フランス有数の天文機器の収集家で、自身でも装置を製作しており、特に星の視直径を正確に測定する。 マイクロメータの発明は、ジョバンニカシーニによる惑星の辞点の発見にも一役買った。自身の研究としては、日食、月食の観測や予報、水星の観測などを行い、論文に発表した。プティはまた、王立協会で設立当時から幹事を務め、1667年4月4日には、外国人初の王立協会フェローの一人に選ばれている。 国王の顧問官を務めていたプティは、フランスの科学研究を発展させるべく、王立天文台などの国家公認の科学機関の創設を訴えていた。しかし、実際にパリ科学アカデミー設立を推進したのは、財務総監のコルベールであって、プティはアカデミーの会員にはなっていない。ありがとうございます。